じゃあこの人にもう一遍話してみようか。どう？うん。ああ、なんかどうなのかな。うん。ああ。あ、来た。あ、違うの。泣き虫がうじうじと近寄ってきて、わあ、なんか怖そうこれ。で、行動で泣き虫で慰める。あ、逃げた。エクスペリエンス出たで。でもゼロですね。ゼロや。分かった僕これだんだん分かってきた。この間にもうイライラして倒し出すねん僕たちは。倒し出してその時にすごい罪悪感を僕たちは持って、その時にトリエルが帰ってきて何もしてないわねって言うねん。ね、あなたが落としたのは鉄の、あの斧ですか銀の斧ですか金の斧ですかっていう、あの話ちょっと違うけど、ちょっと今例えおかしかったけどごめん、今ちょっと例えずれた、ずれたけど、この手持ち無沙汰をどうするかって、自分で前に進むためには倒すしかないのよ。そうでしょ。でないと、仲良くするかなんかそんなことしか、なんかあの、自分が攻め込まれるか九死一生を得てそこから脱出するかしかないねん。それしか時間稼ぎはできないわけよ。多分このプログラミングは10回ぐらいやらないとトリエルが帰ってこないようにプログラミングされてるね。で、その間に何遍トリエルを裏切るかによって今後のストーリーが変わっていくね。なるほど。と私は読みました。読みました。とりあえず10回まではトリエルの言うことを聞きます。で、10回を超えたら虐殺します。ひどいな。ひどいな。そんなんでどうでしょう行動として。あ、よかった、今偶然やけどすごい攻撃してくるよこれ。あ、そうか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 、戦ったらあかんやん。あ、ごめん。あ、やばい、行動や。あ、間違った。ごめん。やむさめるや。ね。これでよかったんや。だってどっちみちエキスペリエンスゼロですもん。言ったらあれですけど。これは？あ、ちょっとやばいことになったよ、今。今も決定的にやばいことになったんじゃん、もしかしたら。これでトリエルに会えないってことや。あら、出れた。優しいダンジョンやな。ほんと先行こう。あ、来た。もうこれでね、行動に しないといけないということが分かりました。今でも7、8回やってるよね、戦いを。あれ、マシュプルルルトリエルです。あれ、なんや、ほんなお留守番してなさいって言って、お留守番してないことを諦めてくれたんや、トリエルは。どうなんですかね、気づいてないのか、ちょっと分からないです。どちらか選ぶならって言っても、どちらかもうここ見えてるから、部屋から出たってことは知ってるっていう前提でしょ。でも、どうでしょうね、あれ、はい、うん、あ、そうか、向こうで買って帰るのはっていうことか。なんて優しいねん、トリエル。僕は裏切ってるけど、君を。シナモン、バタスコ、バタスコ、あ、バタスコチってどんな感じ。バタスコチってあるの。でもバタスコチにしようかな、なんか美味しそう。いえいえ、あれ、これ面白いな。これでなんかちょっと本挨拶する。ただでは済ませへんで、挨拶するで。そうよ、早く帰ってきて。翼を広げる？あ、想像な、想像。魔王になって鉄の格子を振り、落ち葉の山を、落ち葉の山を征服しているところ。面白いこと言うな、落ち葉の山を征服する？わかりました。
めんどくさい。ものすごい母性を発揮しだした。羊さんめんどくさい。でも可愛いよね。なんかこうすごい、その主人公との距離がすごく縮まってるわけよ。トリエルの中で主人公はひょうひょうとしてんねんけど、トリエルはどん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 自分の子供と勘違いしてるから、後ですごいことが起こるのちゃう。後でなんか騎士母人のような、この角が騎士母人のマークじゃない。どんどん俺ホラーの方に行くわ、想像が。いや、よく分かった。何も言ってないし。いや、ちょっと、これ気になるやん。気になるように作ってるよね、これ。挨拶しよう。ほら、だいぶ母性全開やな。ほんで、なんかこの人ってすごくなんか、自分はシナモンを頼んで欲しかったんや。シナモンって言って欲しかったのに、バターをスコッチを選んだから、シナモンが嫌いなのかしらっていうね。なんかそこから自分をちょっと攻め出してるよね、なんかね。変。これなんや。あ、いけんねやん、これで。あ、また蹴り。これはもう分かってますから、慰めるです。はい。でもエクスペリエンスはゼロなんですよ。エクスペリエンスとって書いたけど、エクスペリエンス積んでんの違う？いや、ゼロエクスペリエンスとゼロゴールだったんで。あ、そうなの。チェ。灰色の湯は4つのうち3つが押されることを望む。はい、わかりました。4つのうち3つが押される。うわー、すごいダンジョンやね、これ。どうする？こうか。最短で行くのは間違いや。トン。で、こっちか。ちょっと待って、こっちか。こう下にも、あ、違う。こっちやった、やっぱり。あ、ここに何か書いてある。これよ。あ、来た。泣き虫で、あ、違う。ちびかび。これなんか、あの、草間彌生の、あのオブジェみたいなね、あの確かに草間さんやん、これ森美術館の黄色に緑の点々のあれ大好きやね、あの文鎮解体ね。そうでしょ、これ草間さんの作品でしょ、これ。そんなこと言ってるよ、問題が起こる。あ、戦いにしてしまった、ごめん。でもまあ一遍はちょっと経験しよう。戦いは、今のやつ真ん中のところでタイミングを当ててやるとこ。あー、なるほど、わかりました。行動。じゃあ、口説く。有意義なやりとり。まだでも攻撃してくるんや。嫌やな。そうや、そう、すぐ。俺、好戦的な人間なんかな。その見逃すを、いつも見逃してしまう。あ、逃がすっていうのもできる。落ち葉を踏まないでかで、落ち葉踏んだらあかんねや。ごめんなさい。わかりました。これで帰りましょう。はい。しかしこれ困ったな。この道がここまでは行けたんや。で、ここからこうか。で、こうか。で、こう。あー、開いた。難しいな、これ。いやーん。あ、何ここ、穴だらけやん。あ、何これ、どうなん。あー、ここが落ち葉を踏まない。もう完璧に分かった。分かった。俺ほんまにバカやな、やっぱりほんまにバカやな。うわ、2匹これ絶対やばいやん、絶対やばいやつやん。行動。来た。
やばいやばい、誘導して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 、よしよし、からしのタレの匂いが充満している。これはなんかあんのかな、まあ、いいや、入れる。あ、よかった。うわでもちょっと分からへんぞ。こういって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 この先が分からんかったな。くっそー。あっ、 OK 分かった。一番下まで行く。あ、あ、僕ほんまにな、こんな空間認知が弱いんですよ。ほんまに弱い。この僕の弱点を見事に続いてるあの物語なんですよ、これな。で、こういって、あ、こういって、あ、違うかったか。あ、そうか、もっとこっちまで行かなかった。バカバカ、僕のバカ。ほんまに弱いやろ、この空間認知が。いやっていうほど弱いんですよ。恥ずかしすぎる。もう逃げよう。はい、ここから下に行って一番下まで行って、こうやね。ああ、よかった。これ先一つ動かしてるから、あと二つ動かせっていうことなんですよ。あれ、あ、なんかにじり寄ってきた。あ、あ、ごめんごめん、バカなことした。はい、止めないで。この下かな。ちょっと待った、おいらを押してどかそうたって、そうは問屋が下ろさねえや。面白いな、江戸弁やな。あー、お願いですからって動いてくださいだ。たく、しょうがねえな、今回だけは特別だぜ。ああ、ありがとうございます。いいやつやこいつ。いや違う。そう、ありがとう。これでいけたんだよ。やったー。あれ違う、こいつ面白いな。そう、じっとしててくださいよ。はい、すいません。はい、これはいけた。せい。全然レベル上がらへんねんけど。うわ、お化け、何これ。寝たふりをしている、無理やり脅かす。いいえ、戦いや。ナプスタブルークがや、ナプスタブルーク、いい名前やね。励ますってね、やってみようか。うわ、危ない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 。なかったな。行動励ます、ダメやったな。くどく、やばい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 。どうしたら、あ、逃げるや。あとは逃がす。これやばいよ、やばい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 。
まだまだ、あ、やばい、もうこれどうしたらいいんやろ、ちょっと考えなあかんな。そうです、行動が、まあ、どこまで脅す、あ、やられた。あ、これが一番怖いね。ここが怖いね。怖いね。怖い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 。あ、こうや。よし。重回復した。うわわわ、またこんなことになってるやん。こんなことになってる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 。ああ。ああ、あかん、効かないんや。あ、これが一番怖いやつ、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 怖いやつ。戦うか。じゃあ最後は戦う。よっ。お。やばい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 、めっちゃやられてるし。1、これが最後の雨やで。頑張れ。これ一番怖いやつ、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 一番怖いやつ。もう最後やな。この戦いに全てをかけやなあかんな。よし。いけ。あかん、全然あかんな。ダメだ。強い、強い。もう一遍、最後、一か八かやな。あ、でも見逃すっていうのは、いいんかな。ここで再び、あかん。そんなうまいこといかん、人生は。いや、もうでも最後は服毒しかないでしょ。あ、よよつになっちゃうってまた言われた。あ、だいぶ頑張ったよね。だいぶ頑張ったと思うよ。諦めてはいけない。はい、諦めません。名越康文 TV シークレットトーク、よろしくお願いします。僕が死ぬか番組が終わるかみたいな感じの勢いで、実はやりたいなと。